陰両親の王永三十一年八月十五日は、浪屋駅、品野宮殿などの軍旗に見える南朝の皇族。それらの記すところによれば、五代醐天皇の孫にして、中塚左京、宗長親王の王子であり、母は、異動性の女とされる。父親王の倒幕の意志を継いで東国各地を転戦したと伝えられるが、その内容の信憑性が極めて乏しいため、 歴史学の立場からは、実在を疑問視する意見が多い。源の飲料とも、波合期、品野宮殿の間では年などに少なからず移動が、見られるが、南朝編年気略などを延用しつつまとめると、およそ以下の通りになる。遠藤民伊谷の館で生まれる。はじめ上野に移ったが、天樹五年、攻略元年吉野に参考し、新能宣言をこむって二品に上される。あとに、 京武教を経て、元中三年、首都区三年八月八日、元正を賜って親戚に下り、同時に、正二意中名護に助任され、左この絵大将、正位大将軍を兼ねた。元中九年、明徳三年南北朝豪一後もなお吉野に隠れ、泊まる。大英四年二月伊勢を発して、駿河坂井津野へ移り、田左佐京介の家に入った。同五年春に、を出て、 上野へ向かうが、鎌倉の軍勢から攻められたために貸し技でこれを、防戦。武田信長の館に入って数日投留した後、8月、上野寺を城に赴いた。同10年らのみとしていた、新田義隆が、そこ倉で害されると、世良タユおやらを伴ってつ落合城に没落、下野井万象、堀田正重など、急高の四百余計を引き、高崎、安中、 薄いの敵を撃って、死なの入りし、島崎城の血の来剣を頼って、最高の機会を伺った。同31年8月三河アスケへ向かおうとし、諏訪を発して、稲炉に差し掛かった折、待ち受けていた、飯田太郎、駒場小次郎ら200余気が阻んだため、波合にてこれと奮戦した。味方は8十余気であったが、結局瀬良タヨ羽川景康。 熊谷直近来以下25人が撃たれ、最後を悟った、飲料は、この両王君を重視に託した後、大河原の民家に入って自害した。飲料新納母長野県下稲郡あ村、浪江屋ざぐの原に所在する塩墳に事情されており、倍長三期と共に、区内庁の管理下にある、新納の首を埋めた場所と伝えられ、その隣接する、天保年間にはすでに新納非根流の桑田立も、 あったが、実現に至らないまま、明治時代を迎えた。ところが、明治13年6月明治天皇西順の際、久部先発の直命を報じて、飯田に来た品川矢次郎に対し、並合の増田平八郎らが資料を稽古して、新農母の公認を混成した。品川は、氏名が民情視察にあるとして、これを一旦知りけたが、増田らは、 品川と旧地の松尾田瀬子に仲介を頼んで、さらに懇願したところ、心を動かされた品川は、基礎福島の安財所に提居局を創造した。天皇は直ちに自重に死を筒子工業を直視として、並合に派遣し、新王の自責を調査させた。その結果、翌十四年二月区内省によって原破が自情されて、諸領領の管轄となり、昭和の改修を経て、現在に至っている。 なお、倍長は、千人塚と呼ばれ、セラタ義明、羽川慶応など、新納に準じて討ち死にした者らを葬ったところと、伝えられる。岐阜県の東納の伝説では、新納は、並合で死なず、重視の泉左衛門黒浅明を召し連れ、柿の衣に追をかけた山伏姿に身をやつして、美の笠木さんの麓の諸久保の里に落ち延び、松尾氏で再起を図った。 大河原で廃山した獣子たちも集まって、農耕をしながら20年余りを経たが、やがて、足利法の知るところとなって敵兵が来襲したため、獣四49人が討ち死にし、新納もまた自害したという。中津川市昼川と江那市笠木長も六牢に、新納の墓所と伝えられる石灯が残っている。新納の名は信用すべき、同時代資料に見えないばかりか、まとまった電気である、波あ 品の宮殿もないように、矛盾や時代錯誤が多く、近世前期成立の議所と推定されていることから、学会では、新能の実在性そのものが疑われている現状に、ある。しかし、鎌倉大蔵氏によって講和頃に、南朝の防具が、波合で戦死したことは、史実と思われ、また、稲谷から、北三河、北東東海にかけての国境地帯には、 雪吉様を祀る宗族が広く分布しており、神能伝説を単なる記状の創作とは、切り捨てられない。もっとも、友久氏の伝記によれば、波合合戦で戦死したのは、足利忠義の楽園の儀であり、その年月日を、王衛三年三月二十四日と伝えるほか、遠方から聖徳頃までの並合神社の胸札には、祭神を、雪吉権限と記しているものがあるなど、 雪吉様信仰の展開が一元的ではないことも確かであろう。この雪吉様信仰に関して民俗学の側面から着目したのが柳田国夫であった。柳田は東国古道記の中でおよそ次のように述べている。かつて中部山岳地帯と海岸を結びつける道は秋葉街道だけであったが、やがて波合を通り飯田根場に連なる山州街道が明けてきて、 その段階で、津島神社のご師たちが入り込み、土着的な山道の神、雪吉様を、旅人など中安全を守る守護神へと変化させて山間に広く分布していった。これに加えて、並合で戦死した南朝防空に対する御霊信仰の要素が結合して、陰陽神能なるものが出現し、さらに、津島神社や三河武士、徳川氏の起源伝承として、 存在意義が認められ、地元の公費が、その欲求に合うように内容まで、多様に変形させられたのではなかろうか。柳田の見解は、伝説の史実化の過程を考える上で示唆するところが、多く、特に津島信仰の絡み合いについては、柳田の洞察力が遺憾なく発揮されていると言えよう。幸吉様は、近世の地方における、難聴史需要の一コマを現代に語り伝えているので、ある。 ありがとうございます。